おかしいな。バカ弟子はこっちの西ルートのはずだが、直前に変えたな。先生の師匠のギードさん。ああ、知ってやがるのか、俺の名を。限ったのですね、ホムラを。おかしいと思ったんだ。いくら不可能任務とはいえ、伝説。察しが悪いな。俺はホムラのメンバー、カゲローパレスの元住人なんだぜ。盗聴されて全て筒抜けなんだよ。てめえら7人の情報も、この潜入計画も。7対1か。全員ねじ伏せてやるよ。ヨッサハンジなんですよ。もう、アネットちゃん。この先は地獄だぜ。ほう、判断早いじゃねえか。だがミスだな。てめえらは仲間を見捨てて逃げるべきだった。やめて！来ないで！来ないでよ！色欲担当ってのはて、チェックメイトだギード。俺が変装を見抜けないとでも。あいつは俺を師匠と。いける。だがそれがどうした。残り3人。なあ、よくもみんな。気の毒に。あれれ、ああ、絶望的。ギードさん、ところで、このお遊びには、いつまで付き合えばいいんです。無事だよ。任務は達成した。僕はこのまま脱出する。聞こえたか、師匠。僕はこのまま奈落人形のサンプルを持ち帰る。そこに駆けつけたところで戦闘であなたに勝てるわけがないんだ。任務達成を最優先にするさ。ふざけるな。5分以内に来い。さもないと。ああ、それと師匠、あなたは大きな思い違いをしている。僕はホムラのメンバーの裏切りを想定していた。そのせいでホムラが壊滅したと2ヶ月前から確信していたさ。証拠はねえだろう。なぜ。なんとなくだ。強いて理由を述べるなら、あなたが当時カゲローパレスに仕掛けた盗聴器を見つけたからだろう。見つけただと。ああ、だから僕とそこにいる7人のカゲローパレスでの行動は全て裏切り者の盗聴を前提としていた。続けてる思いのために、ギードさん、あなたは私が倒します。遅いよ。お前の教え子は全滅して。事故。この程度のトラブル。不幸。彼女が灯火の8人目。エルナ、ナノ、どうですよ。とっておきの秘密兵器です。の。どこまで、てめえら、どこまで。